あ、こんにちは、じゅんちゃんです。どうもこんにちは。本日もですね、皆さんにお伝えしたいことがあったので、魔法使いの学校を開校してまいります。イエーイ。はい。ではですね、本日も皆さんにお伝えしたいことがあったので、魔法使いの学校をね、開校することにいたしました。で、今日は一体どんなね、お話をしようと思っているかというと、お金についてね、お話をさせていただこうと思います。まあ、っていうのも、このお話をしようと思った理由っていうのは、まあ、お金へのその考え方、お金の引き寄せみたいなね、そういう考え方の、ご質問っていうのは、日頃から、まあ、常にね、多くいただいているご質問っていうものでありながら、最近ね、まあ、私が住むこの東京都っていうところは、コロナの第2波が、まあ、来ているような流れになっていて、ちょっと影響を受けやすい、お仕事をされていて、ちょっとお金に対する不安みたいなものを解消するようなワークであったりだとか、何かそういう考え方、アドバイスがあれば教えてほしいっていうメッセージがちょっと多くなってきている印象だったんで、今日はお金についてね、お話しさせていただこうと思います。で、今日皆さんにお伝えしたいのは、私自身が自分が本当に大きく救われた考え方を教えてくれたエブラハムの教えっていうものの中のお金のワークっていうのをお伝えしようと思っているんですけど、その前にね、一つだけね、ちょっと皆さんに確認したいことがあるんですけど、まず自分自身にキャッシュポイントがあるかないかっていうところを確認していただきたいんです。まあ、会社員であったりアルバイトであったりパートであったりっていうように働いていたりだとか、あとはじゃあビジネスを自分でされていたりだとか、メルカリをやってたり、あとはじゃあ投資系のことをやっているとか、こういうふうに動画っていうものをアップしたりとかしているとか、まあ何でもいいんですよ。なんか例えばじゃあネットワークビジネスみたいなやつとかでも全然いいと思うし、そう、結構ネットワークビジネスとかの質問来るんですけど、なんかそれについてどう思いますかとかって聞かれることあるんですけど、私はものすごく素晴らしい仕事だと思ってます。お仕事をされてる方々。私自身は今やってないですけど、昔なんかこう知り合いに一緒に話聞きに行こうって言われて、で連れて行かれた先が体にいいものとか、なんかその環境にいいものっていうところの商品を紹介してくれるっていう、その場でものすごい感動しましたね。本当に感動した。こんなにこう地球のことであったり環境のことであったりもそうだし、なんかその人の体のこととかを考えて商品が作られてるってすっごーと思って、本当に感動してね、私はその時その商品買いましたよ。ほんとすげえと思って。だから私自身は全然なんかそういうのも自分自身のそのなりわいにしていくっていうのも本当に大切なことだと思うし、まあどういうものでもいいんですけれども、まず自分自身キャッシュポイントがあるかないかっていうのをちょっと確認してみてほしいんですね。で、キャッシュポイントが今ないなって感じた方々に伺っておきたいのが、このね、キャッシュポイントがない中でも、これからお話しするワークっていうのは実践していただいて効果は確実に出ると思うんですけれども、私自身はキャッシュポイントがない時に、この今からお話しするワークをやって、ちょっとね、自分がね、大失敗したんですよ。これは私の気質だったからかもしれないけど、私自身はね、ニートだった時にね、別に自分にキャッシュポイントがなくっても、お金を引き寄せられると思って、実家の、お座敷でゴロゴロしながら年収1億とかとかやってたわけやってたんですけど、そしたらやっぱり自分自身はずっと左脳が強めに生きてきた人間だったから、こんなんで本当にお金が引き寄せられるのかなっていう抵抗の波動が大きくなっちゃって、結局私自身はそのお金を受け取るっていうことができない状態になっちゃって、状況が悪化しちゃったっていうのが実はあるんですね。なので抵抗の波動が出ないっていう方々だったら全然大丈夫なんだけど、私みたいに抵抗の波動が出ちゃうっていう方々は、ちゃんと自分自身キャッシュポイントがあるっていう状態
状況を作ってから、この後お伝えするあのワークはやってみてほしいです。ここはやっぱ嘘はつけないんでね。迷わせるわけにはいかないというか、引き寄せとかってとにかく波動をこう高く保っていればいいとか、あとは自分自身にお金がたくさんこう流れ込んでくる、うわーっていうような、この想像さえしてればちゃんとその現実は作られるっていうものではあるんですけど、自分たち人間側で、じゃあその波動が保ってられるかっていうところが肝になってくるわけなんで、抵抗の波動が出やすい人はね、本当にキャッシュポイント持ってからこの後のお話をやってみてほしいです。抵抗の波動が出ない方だったら別にやってもらって大丈夫だよ。嘘つけないんで、マジで私が失敗してるからよくわかるんでね、そこだけちょっと確認でした。で、ちなみになんですけど、私自身は起業するっていうことを決めて、それで自分でビジネスを始めたんですけど、この地球上でやるべき行動をしながら、今からお話しするような精神的な、その、なんていうかな、波動を上げていくっていうのかな、そういう作業もしたら、パーンとそれがハマって、ものすごいビジネスが大きくなったっていうことが起きたんで、こうやって自分がやってると、うわぁ、すごいなんか、で、ボーナスが多めに入ってきたら面白いな、とか思ったり、うわ次のビジネスの展開、やばいこと起きんじゃないのみたいな感じになって、ものすごいその自分の波動が上がっていくってことが起きるはずなんで、ちょっとここからね、そのお話をしたいんですけれども、エブラハムが教えてくれるそのワークの中で、1万円札の入ったお財布っていうものを持ち歩きなさいっていうワークがあるんです。今は結構その、なんていうか、お札とかお金自体をあまりね、持ち歩かないっていう方も多いかなとは思うので、実際に持ってなくてもいいかなとは思うんですけど、まああってもなくてもどっちでもいいかなとは思うんですけど、願えば叶うっていうダイヤモンド社さんから出ているエブラハムの教えてものなんですけど、その中で教えてくれているその1万円札のそのワークっていうのは、とにかく自分自身が今実際お金があるかないかっていうことに関係なく、お金があると思って自分自身がその1万円っていうのを1日のうちに20回でも30回でも使っているというイメージをしなさいっていうワークがあるんですよ。一日のうちに、じゃあその1万円っていうものを、レストランでまず1万円を使ってるっていうそのイメージをしてみたりだとか、自分自身が、じゃあそのお洋服を買いに行った時に、その1万円っていうものを使ったりだとかっていうような、とにかく際限なく値札を見てどうのこうのとか、制限をかけるような目線で、その状況を過ごすんじゃなくって、その1万円っていうものを自由に使ってるっていう、そのイメージをしっかりとしなさいっていうのがある。ですね、宇宙の法則、波動の法則の考え方っていうのは、自分自身が今本当にお金があるとかないとかっていうことは別にどうでもよくって、洋服を買いに行きました、で実際に買う買わない関係なく、自分がさ、そのあ可愛いって思った洋服っていうのを、自分がそれを着ているイメージとかをして、わーなんかすごい幸せみたいな感じになるとか、あとはじゃあそのレストランに行きました、でレストランに行って、じゃあそのレストランで値段の方から自分の目食べたいものを決めるんじゃなくて、これ結構あるじゃないですか。私昔そうだったんですけど、なんかレストランとかね、なんかどっか飲みに行ったりとかした時に、私マジケチケチ魂すごかったから、なんかまず値段側から見て、なんかいけそうな値段のところからメニュー選ぶみたいなのありません？私そっち側だったのマジで本当に。そうだから、なんかそうじゃなくって、この値段側を見るんじゃなくって、本当に純粋にこのメニューっていうものを見て、これだって思ったのを、それを自分がこう食べているっていうような、なんかそういうイメージをしたりだとか、1日に1万円を何回でも使ってみるっていう、そのイメージワークっていうのはね、ぜひやってみてほしいです。本当ね、私もこの本に書いてあったように実践してみたんですけど、1日に1000万円使ってみなさいっていう一文があったんですね。実際に使う必要はないから、実際に使うんじゃなくて、自分が1日に1000万使っていいんだということをしっかりと理解して、とにかく1日に1000万円使ってみなさいって、そういうイメージをしてみなさい。1000万円って結構いろんなもの買えるじゃないですか。もうどうしていいか分かんないから、なんか毎日のように車買ってますよね。なんかイメージの中ですよ。イメージの中で車、いつも買い替えて、なんか何台にもなっちゃって、逆になんか邪魔だな、みたいな。
感じになったりとか しましたけど、でもやっぱりなんかこう再現のない、あのそのなんだ、自分には何でも手に入れることができるんだ、 なんだってか自分は変えるんだとか、そういうエネルギーを受け取っていいんだっていう、この許可を出していく作業っていうのかな、これをやるようになって、本当に確実に自分自身のお金が巡ってくるっていうものが変わってきたから、うん、だからぜひね、ちょっと今お金の不安があるっていう方々は、うん、当たり前のように自分自身はそのお金を使うっていうこともできるし、そして使ってもどうせ入ってくるっていう、なんていうか、この循環をしっかりと信頼するってことが大切なんですよね。豊かに使える人だし、そして使ってもどうせまた入ってくるしっていうような、わー豊かだなーって思いつつ、いつでもこうやって循環していくものだ、お金っていうものももちろん入ってくるし、あの他の物質も入ってくるしっていうような、その信頼の中で過ごしててくれれば、あの現実が確実に作られますから。ただ本当にね、本当何回も言って申し訳ないんですけど、キャッシュポイントが自分になくって、それが抵抗の波動になっちゃうっていう方々は、まずは自分自身にちゃんとキャッシュポイントを見つけるってことはやってみてほしいです。別に自分にキャッシュポイントがなくても、全然抵抗の波動が出ないんだったら全然大丈夫なんですけど、うん、本当に宇宙の法則として、波動の法則として、自分の波動っていうものにこうしたものが作られるっていう考え方だから、これは法則の中で、うん、だから全然それだったら大丈夫なんだけど、抵抗の波動が出ちゃう方々っていうのは、自分自身に何らかのキャッシュポイントを持ってから、これをやると爆発的な面白い現実が作られるよっていうことを、ぜひね、皆さんは知っておいてほしいです。うん、じゃあまあそんな感じで、本日ね、お伝えしたいことは以上となりますので、また何かお伝えしたいことがあったら動画アップさせていただきます。ではまた、失礼します。